ゃあ時間になりましたので始めたいと思います。アベンジャースクール朝活、今日も参加ありがとうございます。こちらの担当の中田です。よろしくお願いします。まあ、ずっとテーマでやってる運動不足を解消するっていう形なんですけど、まあちょっとそうですね、山田さんにはあんま聞いてないんで、今こう家にいることが多くなって何をしてるかっていう話をちょっとしてたんですよ。どういう姿勢が多いなとか、一日家で過ごしてる中で何をやってるって言われた時に一つ挙げるとしたら何かあります？何をやってる？横になってテレビを見てる。ああ、やっぱそれ多いですね。はい。テレビ面白いやってんの？全然やってません。俺もテレビ全く見ないから。なるほど。もうやることがないっていう。コロナウイルスのほら話とかさ。ああ、まあそうだね。大変な。不安を煽る系のやつね。そうですね。うん、煽られてます。なるほど。まあやっぱり寝るってると一番その基礎代謝の中でもエネルギー効率が悪いというか、一番エネルギーを使わない状態でずっといる状態になってるので、まあ、こうやってちょっと時間を取っていただいて、まあ、トレーニングをすることで、まあ、体の中のインフラ整備じゃないですけど、血液を良くするっていうのは、まあ、交通網みたいなものなので、まあ、道路で例えるとインフラを整えて、一日の中でどっかで整えないとずっと渋滞みたいになっちゃうから、それで滞っちゃって、まあ、いろいろ生活習慣病になったりっていう、こう段階を踏んでいくんですけども、まあ、そういった意識でちょっとトレーニングをしていただけるとと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はちょっとハードめでいきましょうか、若干。リクエストあります？ここやりたいとか、この辺鍛えたいみたいな。どうだろう、胸もうお任せじゃあ上半身中心でいきましょうか。よっしゃ、 OK。 じゃあストレッチからやっていきましょう。じゃあ音声を見えたりしていただいて、じゃあストレッチからいきます。前習いをして上に上げていって、ぐーっと体を取っていきましょう。1回いきます。1回胸開いていきましょう。2 3、はい、OK。 ではこのまま後ろに持っていって指先を見て胸をしっかり開きます。背中で回していくような形ですね。これも5回いきます。後ろについて、裏を伸ばす。この裏膝
座ブランクが入りましたら、左手を手前について、右手を開きます。そう、はい、1、戻って、前、体の軸で回ります。2、後ろ、前、3、後ろ、前、4、後ろ、前、5、OK! じゃあ反対いきましょう。左ですね。左足、後ろ、ももが膝裏を深く伸ばして、右手ついて、開く、1、OK! 後ろ伸ばして、前に行って、そう、開く、はい、戻す。そう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 。そう。後ろ、前、開く、ラスト。OK、ナイス。じゃあちょっと背中伸ばします。両手を前について、お尻をぐーっと後ろに引いて、指先見ます。で、その右側に一歩ずつずれていきます。ぐーっとお尻伸ばして。はい、行きましょう。1、ぐーっと伸ばして。戻しましょう。OK。ちょっと肩の膝立ちになってもらって、肩の横に手を乗せて、そのまま肘を中心に回します。肘はずっと外を向いたままですね。前回し、1、2、3、4、はい、反対回し、1、2、3、なるべく下向かないように肩甲骨を動かします。で、今度は肘を大きく肘で円を描くように上に向けて、前に向けて、外に向けながら後ろに向けて大きく動かしましょう。大きく大きく、あー、いいですね。3、4、なるべく首が一緒に動かないように5、はい、反対。大きくぐーっと円を描くような形で肘で円を描いて、はい、いいですね。背の力を抜いて、はい、5、 OK。 では次はちょっと動かしましょう。はい、手をしっかり両手札と地面について半歩ずつぐらい前に進みます。1、いけるところまで行きましょう。1、OK。 で、戻ります。1、1、1、1、1、1、1、あー、いいですね。で、もう一回いきましょう。1、1、1、1、1、で、今度は足を同じぐらいの幅で持っていく。よいしょ。 OK。 では水分補給は各自でしていただいて、トレーニングいきましょう。ちょっと胸を負荷かけるんですけど、胸をやると体が丸くなりやすいので、胸やった後にちょっと背中もやります。で、体のバランスを整えるような形でやっていきますので、でちょっと段階、レベル1、レベル2、レベル3みたいな感じで、ちょっとずつ上げていきましょう。なので、できる範囲でやってみてください。では、スタートは、この状態で、
まあ、普通に腕立て伏せですね。肩幅に手を出して、で、ちょっとだけ親指を内側なので、この状態からこっち側に、親指側に少しでいいので、ちょっと手首をひねります。若干。で、このまま膝つき、もしくはこの状態で胸をつける。で、OK、上がる。これを10回いきましょう。膝立ちでも OK。はい、いきますよ。レディー。はい、アップ、ダウン。よいしょ。1、ダウン。2、ダウン。3、ダウン。4、はい。5、6、よいしょ。7、はい。8、9、はい、OK。はい、ナイス、いいね。じゃあ次は三角形、この状態にして手をつきます。で、胸がつく位置はこの手の位置と同じぐらいの位置でいいです。で、アップという形でやっていきます。これも膝つきでも足伸ばしも OK。 やっていきますよ、レディー。はい、ゴー。ダウン。1、2、3、4、頭下げないように、5、6、7、8、9、はい、ラスト。 OK、 ナイス、いいですね。じゃあ次、手を先ほど最初の位置から3つ分ぐらい開いたら指先を外に向けます。これはダイレクトに結構胸にきます。この状態で同じです。ダウンして胸で上がってくる。グッと、そう、 OK。 では行きましょう。レディー、ゴー。はい、1、胸でプッシュアップ。はい、胸しっかりつけて、3、4、はい、5、よいしょ、6、よいしょ、7、はい、8、はい、ダウン、9、はい、ラスト。はい、OK、いいですね。ナイスです。例えば次行きましょう。次はちょっと肩も入ります。膝つきである場合はこんな感じになって、今度は胸を今近づけてました、胸を近づけてましたけど、今度は頭を地面に刺すような感じです。こんな感じ、体を丸くなるんじゃなくて、頭を斜めに突っ込んで戻す。こっちの場合は、この状態、くの字になって、頭だけを、で戻す。そう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 。そうそうそう。いきますよ、レディー。はい、ダウン。1。はい、2、肩回り、3、頭をつけたら、そのまま戻す、そのまま後ろで戻して、5、はい、6、7、8、9、はい、OK。ちょっと違う種類の、まあちょっと三角形にいて、こっちですね、こっちを使います。腕も多少使いますけど、この腕回りで、次はさらに胸をちょっと鍛えるやつですね。今日ここから結構ハードルが高まるんで、無理しないようにしましょう。膝立ちでやる場合は
この状態で手を少しワイドにします。でこのまま胸を地面に近づけて反ります。で同じ状態に戻る。でなるべく戻るときに一手グッとやったら戻るときも同じラインで戻る。そう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 、Very good。 そうそうそう、OK。 で、こっちでやる場合は押し上げてこれで戻って1回。そう、おいいね。そちらも OK です。これ、10回はちょっときついんで8回ぐらいいきましょう。ではできる範囲でやってみます。レジ、はい、ダウン、胸を近づけてグッといって反らせる。で、そのまま戻る。はい、1ダウン、はい、フー、2、はい、3、はい、後手C、 はい、ゴー、はい、ロック、よいしょ、はい、7、ラスト、はい、はい、OK。 OK、 ナイス。これで胸をしっかり使ってます。さあ、今ので5つやったのでラスト1個は、まあ、よくあるやつですね。この状態で手をついて叩いて降りる、叩いて降りる。高いとこから降りることによってここでしっかり踏ん張る時に胸を使います。そう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 、叩いて上がりとけば大事じゃなくて、これをここで踏ん張らない、踏ん張らずにこのまま降りちゃう。で、ギリギリで支える。そう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 、そう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 、そう、ひとナイス。そう、これを10回頑張りましょう。こっちでも構わないです。こっちでもいいですし、こっちでも OK。 では行きましょう。これラストいきます。レディー、はい、行く、はい、行く、はい、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、はい、OK。 はい、素晴らしい肩回りですね。 OK です。これ1日10回3セットやるだけで結構いい感じになります、胸は。で、ちょっとだけ背中、今前に来ちゃってるんで少し背中開くようなストレッチ、まあトレーニングやっていきましょう。お尻引いて、はい、で、このままちょっと前傾、ここから前に出るような感じですね。 OK。 で、バンザイして、で、グッと引く。そう、はい、アップ、引く、そう、2、目線下げない、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。いいですね。OK。では、今日これから例の3分のやつやってきます。で、ここは個人参加自由なので20秒間。で、ちょっと胸やったので胸の種目だけ1個入れます。
で、3つですね。じゃあまず何をやるかというと、1つ目はプランク、この状態で足開いて手は下げる。で、お尻でチリンチョッとしてこのまま膝を上げる。地面から膝をちょっと上げる。で、これ足が下がれば下がるほど結構きつくなるから、このお尻がこうならないように気をつけてね。こっちで20秒キープ。次は今の状態で何でもいいです。なんかタオルとか用意してもらってペットボトルでもいいです。真ん中に置きます。で、こいつに対して1、1、1、これを20秒やります。で、最後は上向きになって下腹20度ぐらい下げて上げる。20度ぐらい下げて上げる。こういう形でこれさせていきましょう。さあ、じゃあ最後頑張っていきましょう。四つ前になって準備しましょう。いいですか？ OK。 では5秒前、はい、どうぞ膝上げてキープ。はい、5秒、はい、膝ついて腕で連続ふうふうジャンプ、腕でジャンプ、はい、ジャンプふう、手で押して、ゴー、はい、押して、ふう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 、はい、モンキーダウン、アップ、ダウン、アップ、はい、いいね、ナイス、ふう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 、そう、下伸ばして、あ、膝伸ばして、どむけ、はい、向き、糸をお尻下げて、お尻、そう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 、お腹意識、次ラストですよ。ラストセットいきましょう。はい、ラスト。はい、じゃあ行こうぜ。行きましょう。ゴー、ゴー。飛んで、飛んで。ふう、腕で飛んで、ふう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 、イエース、はい、お疲れ様でした。ナイスファイト。リクエストの胸周りですね。じゃあ
この後はクールダウンちょっとしていきましょう。このまま一緒にやっていきます。両足伸ばして両手を床につきます。で、お尻後ろに引いて手を膝の上に乗せたら、このまま合わせていって、ぐーっと裏伸ばします。後ろ、膝裏、もも裏、ふくらはぎ伸ばしていきましょう。OK、 では足に対して左のつま先に向かって右手を伸ばしてぐーっと遠くまで、はい、 OK、 では反対行こう。ぐーっと右のつま先に向けて、では足をこのような形であぐらをかいて、かかとを体に密着させます。で、そのまま肘でぐーっとももをぐーっと下に押し付けましょう。体は倒さなくていいです。そうそうそう、遠くを見るような形でぐーっと体重かけると伸びていきます。OK、 では右足を前に出していただいて、あ、背中の後ろか、手をつきましょう。こんな感じで手をついて遠くにぐーっとお尻を引いて、まず背中伸ばします。で、右手を伸ばしたまま左手を45度ぐーっと伸ばして入れて、背中伸ばします。左の背中で、指先を見ていきましょう。左の指先見て、はい、 OK、 では反対、左手伸ばして右手をぐーっと伸ばしていきましょう。はい、 OK、はい、本日もお疲れ様でした。はい、あのからナイストレーニングです。今5段階だったんで腕立て伏せですね。あれは中級ぐらいの感じですね。なるほど。あれがあと 5段階ぐらい上げられるっていう上げ方はでも簡単なんでしたよね。足の要は台の上に足を乗せたりとか、あ、片手でやったりとか、片手でやるのもいきなり片手でやるの無理なんで、なんかボールとかを手に乗っけて遠くに手を置いてこっちだけでやるとか、あ、そういうやり方でもこっちに多少負荷をかけていいんだけど、メインはこっちでやるとよりこっちが片方だけに刺激が入ったりとかしてきつくなったりとかも、それは別に気が使わなくてもできるんで、こんな感じで応用は全然効きますので、まあでも今ぐらいのレベルがしっかりできてればほぼ問題はないですね。はい、まあ、そういったこう、まあ、リクエスト方式でこういうところでやって、まあここ鍛えたいなってあればいつでも言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、で、明日がとうとうアベリンピックの開催日なんで、あ、そうだ、9時から12時MVP の水野選手はちょっと怪我により来れないってことでダメじゃん申し訳ないですけど、ぜひ参加のほどよろしくお願いします。はい、はい、じゃあまた明日もよろしくです。お疲れ様です。ありがとう。ありがとう。